ヘルマン・ゲーリングと妻エミーから艦隊を受けるオルガと夫パブレ、シャルロッテンブルク宮殿にて、1939年、オルガティス・エラザスケザニアスは、ギリシャの王族女性。ゲオルギオス一世の孫娘の一人、ギリシャ及びデンマーク王女、ユーゴスラビア王国の摂政宮パブレ王子の日、ギリシャ王子ニコラオスとその妻のロシア大公女、 エレナ・ウラジーミ・ロブナの長女として生まれた。名前は祖母のギリシャ王・ヒオルガにちなむ。二人の妹がおり、エリサベトはドイツ人、カール・テオドール・ツー・テイリンクイコール・イェッテン・バッハ。伯爵に、マリナはイギリスのケントコウ、ジョージ王子に嫁いだ。イギリス人のガバネスによって家庭内教育を授けられた。当時の王女の習いで、言語、歴史、文学、数学、 宮廷の社交マナー、ダンス、乗馬に重点を置いた教育を受けた。三姉妹は両親の都合で親戚を頼って国外で過ごすことが多かった。母は実家のロシア皇帝一族と強く結びついており、父もまた親戚のデンマーク王室と親しく付き合っていた。一家はデンマーク王クリスチャン9世の子孫たちが一堂に会するコペンハーゲン郊外。 ビズーア城での毎年恒例の集いにも顔を出した。第一次世界大戦以前、オルガは何、不自由ない暮らしを送ることができていた。しかし1917年、オルガが14歳の時に、叔父コンスタンティノス一世尉の煽りを受けて、ニコラオス叔父一家は、パリへの亡命を余儀なくされた。母エレナは、ロシア革命を逃れて、パリに来た、ロシア人亡命者を援助した。 1922年、またいとこのデンマーク王大使、フレゼリクと婚約したが、結婚は実現しなかった。翌1923年10月22日に、ベオグラードにおいて、ユーゴスラビア王子、パブレと結婚する。1934年、ユーゴスラビア王、アレクサンダル一世が暗殺されると、パブレは、王の維持で未成年のペータル二世の摂政に就任した。 親独的な姿勢で知られたパブレは、1941年に、日独意三国同盟に加盟調印したことで、親英派にクーデーターを起こされて失脚した。一家は、第二次世界大戦が終結するまで英領ケニアで、自宅軟禁の状態に置かれた。戦後になっても、1945年以降、ユーゴスラビアが共産化したため戻ることができず、スイスローザウンヌ、ついでパリに居住した。 その間、フィレンツェやロンドンを頻繁に訪問し、ローザンヌのエレナー・ロムニエーや、ロンドンのケントコーヒマリナを訪ね、他のイギリス王族たちから、いつも歓迎された。1975年にイギリシャは、共和制へ移行し、オルガは、ギリシャ王族の身分を失ったが、デンマーク王女の肩書きは修正保つことができた。1976年にオルガは夫に、 先が垂れてから21年間を未亡人として過ごし、主にイギリスで過ごした。1968年にケントコーヒーマリナが亡くなった時は、ケンジントン宮殿にアリス・オブ・オルバニーと過ごし、それから女王エリザベス2世が取り仕切るクラレンスハウスで過ごした。オルガは注文の多い客人と評判がついた。その後体調を崩しがちになり、長らく、 パリキンコームードンの病院に入り1997年に94歳で死去した。意外は、スイスローザンヌボワイ・コールドボー墓地の防府の墓の隣に葬られた。2012年10月4日、夫パブレ、次男、ニコラ王子の棺と共に、セルビア中部、トポラ近郊オプレナツの丘の聖ジョルジェ教会にある、カラジョルジェビチ家の大霊廟に改装された。2016年には、 長男アレクサンダルも亡くなり同霊病に埋葬された。夫パブレとの間に二男一女を設けた。クニックリシャーベバーキタ、プリンツ、アレクサンドル・フォン・ユーゴスログ・イアン、イン、ケーニヒリカー・ビー・バーター、ブラウング・スポット、で、アブジェロファン AM ・ AM15、マイ・2016。ありがとうございます。